お帰りをお待ちしておりました、アドミンさん。お手伝いできることはありますかアドミンさん、今日もお会いできて嬉しいです。お帰りをお待ちしておりました、アドミンさん。お手伝いできることはありますかご無沙汰しております、エンリルです。 父の意向で、しばらくここに滞在することになりました。これからよろしくお願いいたします。はい、わかりました。精一杯頑張ります。ご指導ありがとうございました。こんな感覚は初めてです。ありがとうございます。また成長ですかあ、いえ。 嬉しくないわけではないんですけど、これが父の望んでいることなのかと考えたら、少し不安で。もっと頑張らないと。私が使ってもよろしいんですかありがとうございます。今、風の音が。アドミンさんは聞こえました書類仕事ですか大丈夫です。 よく父のを手伝ってますので。アドミンさんのオフィスはとても綺麗ですね。これは実にいいことです。父上もアドミンさんを見習ってくださればいいのですが。はぁ、あ。うーん。ま、申し訳ありません。父が時間通りに会議に出られているか、少し心配になってしまいまして。 アドミンさん、頼まれたお仕事全部終わりました他に何かあれば遠慮なくお申し付けくださいこの場合はよしアドミンさんお疲れなら少し休まれてはいかがですかうーんおやアドミンさん眠るなら自室で眠ったほうがいいですよおっとそんなに慌てずとも ご用が終わりならいつでもどうぞ。ちょアドミンさん、悪ふざけはやめてくださいよ。これは、なるほど。私のためにありがとうございます。え、私の作品が見たい、ですかその、申し訳ありませんが。 まだ人様にお見せできるほどの腕ではありませんので。<laughs> 以前父に、芸術の道を志すのであれば、形あるものにこだわってはいけない、と言われたことがあるのですが、正直、この言葉の真意が未だにわからなくて。でも、アドミンさんのそばにいれば、いつかわかる日が来ると。 そんんな気がするんでするでここだけの話父の生活能力は壊滅的でしてせめてアドミンさんのように書類整理くらいはできるようになってほしいのですがアドミンさんのおかげで充実した時間を過ごせていますとそうだもしよろしければ私の新作ご覧になりますか 形あるものにこだわってはいけない。最近、この言葉の意味が分かった気がするんです。父はきっと、作品の出来ではなく、作品に込められた気持ちこそが大切であると、そう言いたかったのではないでしょうか。アドミンさんはどう思いますああ、大丈夫ですよ。着替えは自分でできますから。 申し訳ございませんが、お引き取り願います。掃除ですか任せてください。風よ。来い失礼。落ちろこれは、まずいな。あ<わ> <laughs> 早く、逃げてください。さて。 この後の予定はと風と共に消えろ塵と風この勝利をあなたに無事任務完了ですアドミンさん風よ力を風よ集え風の恐ろしさ見せてあげます これ以上好きにはさせない。はぁ、あ、受けるがいい。ルテンの風風を捕まえることができるとでも、風が、ないだ。無理は禁物ですよ。障害を排除しましょう。素晴らしい私もお手伝いします。ご心配なく、私が排除します 書類仕事でですす。か大丈夫ですよく父のを手伝ってますのでアドミンさん頼まれたお仕事全部終わりましたほかに何かあれば遠慮なくお申し付けくださいアドミンさんのオフィスはとてもきれいですね。 ここれは実にい,いことです。父上もアドミンさんを見習ってくださればいいのですがはあうーんあ申し訳ありません父が時間通りに会議に出られているか少し心配になってしまいまして。 おっと、そんなに慌てずとも、ご用が終わりならいつでもどうぞ。ちょアドミンさん、悪ふざけはやめてくださいよ。この場合は。よしアドミンさん、お疲れなら少し休まれてはいかがですか アドミンさん、眠るなら自室で眠った方がいいですよ。